今ね、浜松市にいて、これからラーメンを食べてきます。初めて行くところね、まあここ何年かね、結構同じような店行くんだよね、自分の気に入ってる店ね。だけど開拓の精神が必要かなと思って、新しくちょっとお店に行きます。二郎系のラーメンということで、浜松の二郎系のラーメンってなんか結構なくなったりしてたんだけどね、新しくできたのかなけど、今から二郎系のラーメンを、食べてきます。結構二郎系好きなんですけどね、まあ結構もたれるけど、ちょっと行きます。食べてきました。500g ですね、大盛りにして400、500、数は300なんだけど、400、500にできるって500にしてね、さらに野菜増し、油増し、ニンニク入れてって感じでやったんだけど、美味しかったですね。はい、なのでまた来たいと思ってます。でも以前に比べてやっぱり若い時に比べたら全然食べれなくなったね。20とか、まあ、20代、10代、20代とかね、そのくらいの時は結構ガンガンもっともっと食べれたんだけど、まあ食べ放題とかよく行ったりしてたから胃が大きかったんだけど、まあ胃が小さくなったなって感じがします。ちょっとお腹いっぱいになりましたよ。はい、ということで味はね本当に美味しいんでね、二郎系が好きな人はねここをお勧めしたいと思いますね。